動画をご覧いただきありがとうございます。ギアマッスルでございます。はい、今日の動画のテーマなんですけれども、高音が苦手な人の共通点というテーマでお話をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、でまずですね、はい、高音に関してなんですけれども、まあ、過去にいっぱい出してます。とにかく出してますので、またかよって思われるかもしれないんですけれども、まあ、とにかくですね、今日に関しては、まあ、共通点っていう、どういう方がまあ高音出しにくくなってるのかなっていうのを、まあ、今までね、100人単位でちょっとレッスンをさせていただいてきておりますけれども、まあ、そういった実体験からのね、ちょっと話をしていこうかなと思います。はい、まあ、まずはね、ちょっと高音って言ってもまあ派手しないので、トランペットってとりあえずはこのハイベイですね。まあハイベイぐらいまでの音が出せない方、今までたくさんレッスンしてきましたけど、どういう方が多かったかっていう、まあ、考え方も含めてなんですけど、話をしていきます。はい、ではお答えします。ですね、まず一つ目なんですけれども、高い音ってとにかく息を使うっていうイメージを持ってる方が多いなと思います。共通して言えることは、はい、なんかね、とにかく高い音はなんか息をたくさん入れるっていうのがイメージがあるみたいなんですけれども、でもそれで間違ってはなくてですね、もちろんその高い音に限らず息は必要なんですよ。上から下まで全部必要で、必要なんですけれども、まずその息をたくさん入れればいいって問題ではなく、ここの唇を作って、唇の間からま息がこう出ていくわけなんですけれども、量よりもここの速さなんですよね、唇を振動させるための。で、息がいっぱい入りやすい唇、いっぱい入れようって思うと、口ってどうなるかっていうと広がっていくんですよ。広がっていくと高い音ってどん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 出しにくくなってくるんですよね。高い音出す時にの唇って考えるとですよ。はい、ただでかくても、とにかくこのマウスピースを押し付けたりとか、まあ、相当な圧をかけたりとかすれば、出口はなんとか狭く維持できるので、まあ高い音は一時的には出せたりはするわけですよね。はい、だから比較的その息を使って何とかしようって思っちゃってる人が多いので、例えばですけれども、このハイベイの音、まあ、もうちょっと低くてもいいんですけど、今これどんぐらいで吹いてるかっていうと、例えば息だけ入れますよ、まあ、ちょっと動画なんで分かりづらいかもしれないですけど、こんなもんなんですよ。そんなになんかフッっていうイメージがあると思うんですけど、ほんと狭くしてフッて出してるだけなんですよね。これが例えばフッってやっちゃうと絶対無理なんですよね、上の音って。だからまずはそこの概念を変えていただく、感覚を変えていただくっていうのが一番かなと思います。なので唇の出口が大きくなってしまうと、もちろん高い音が出しにくくなるわけじゃないですか。だから息が入りすぎちゃってる人は、ちょっと唇を一回見直してみるといいかもしれないです。はい、でその上で大きい音を、大きい音をバーって出さなきゃいけないシーンとかっていうのもあると思うんですよね。この時には高い音も低い音も含めてですけど、息の量は必要です。ただ狭いところで息をバーって狭くいっぱい出すのか、広く出すのかって結構違うじゃないですか。だから高い音の場合は狭い状態でグーって息を出し続けなきゃいけないから、はい、なんかね、あれみたいな感じですよね、ウォーターカッターみたいな、知らない、わかんないですよねもっとわかりやすく言うと、このホースの先にこうグッてつまんで水を出すと、こうキューってなるじゃないですか、あの感じなんですよ。だけど、ただ出そうって思ったら、こう、ただ何も握らずに水だけバーって出てる状態なんですよね。そうじゃなくて、ここをキュッてやると、細くピーって出るじゃないですか。だけど、あれって、握ると量は一緒ですよね。まあ、蛇口でひねって水の量を増やせば量は増えますけど、蛇口はある程度、まあ、3回ぐらいひねるっていう風に決めておいたとしてですよ。何もしない状態、握った状態って、出てる量は一緒だけど、飛ぶ、距離って全然変わるじゃないですか。それと一緒で、どれだけここを速いスピードでピーって出してるか、息も一緒なんですよね。だからこれを唇で作んないといけないんですよ。これを、この状態。だから狭くなんですよね。言ってしまえば。はい。まあそれが一つですね。はい。で、あとはちょっと重ねてちょっと、話は出てきたんですけれども、唇のこの中の広さですね。これがね、とにかく広い人が多いです。
とにかく唇の出口が広いと高い音を出しにくいです。ただ例外として広くても出せてる人はいます。それはなぜかというと、さっきも言いましたけど、トランペットを押し付けたりとか圧をかけたりとか、あらゆる方法で出口をうまく作れると高い音は出せるので、一応その狭くしないとダメってわけではないんですけど、ただハイトーン得意な人、高い音出してる人の唇を見た時に狭くしてる方の方が圧倒的に多いので、まあそこはね、10人中いたら8割ぐらいの方はそういう風にやってるなっていう印象なのでね。で、逆に高い音が出ない人っていうのはやっぱりそのそういう感じなわけですよね。10人中8人ぐらいの方がそうやってるってことを考えると、やっぱりある程度当てはまるのかなというふうには思いますよね。はい。なので傾向としてはやっぱり出口を狭くしていった方がいいと思います。広い方が多いので。はい。あとはですね、高い音イコールなんかすごい気合で出さなきゃいけないんだみたいな感じで思ってる方も結構いると思うんですよ。で、僕も正直ハイビーより上の音はきついです。僕もはっきり言って、はい、曲とかでもハイDとかハイSまでは一応なんとかまあ使ったりすることあるんですけど、ハイF以上とかになると、こっから上はね、いつも出せません。本当に元気じゃないと。でも今も結構ガーッと思いっきり出してます。ただハイベーとかハイツエぐらいであれば、まあ全然辛くはないですかね。で、このイメージとして、思いっきり力を込めて吹かなきゃいけないんだってイメージを持ってる方が多いです。共通点として。で、一回演技でいいので、楽に吹く演技をするんですよ。もう演技。例えば、ただ息を入れるだけで、別に出せるんですよ、高い音って。出す気になれば。だからチューニングベーとか、あ、これは F か。ドーって出すような感じで、ハイベー。別に出せるんですよ。出口を作れればですよ。はい。だから、思いっきり力を込めて、ふーってやらないとダメだっていう思ってる方は結構多いんですけど、そんなことありませんので。で、さっきも言いましたけど、意識的にちょっと演技で楽に吹くっていうのも結構重要です。だから僕も結構ライブとかね、やるんですけど、ライブもあえてなんかね、涼しい顔をするようにしてます。結構難しい音とか、まあいろいろ吹いたりするときも、なるべくなんかちょっとなんかドヤ顔みたいになっちゃいますけど、なるべく涼しい顔を演出するようにしてます。結構だから生徒さんとか見に来たりしている時は余計にね、余計になんか余裕で吹いてるような演出をしたりするんですけれども、とにかくまあそれも重要です。結構もうとにかくうーってやらない、もうやっぱ力が入れば入るほどどん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 それはきつい方向に行ってしまうので、演技でもいいので楽に吹くっていう習慣を作ってみるのはすごく重要です。はい。まあ高い音のね共通点ってことでまだまだたくさんあるんですけれども、とりあえずは3つですね、今日お話ししましたけれども。1個目なんだっけ、息ですね。息は決してねいっぱい入れればいいってもんではありません。はい。まあ、それに付随して2つ目になりますけれども、出口を狭く作ることが重要です。これはもう今まで500本くらい動画出してきてますので、過去の動画を見てください。なぜっていうのは説明しているので、よろしくお願いします。はい。で、3つ目がですね、高い音イコールもう、気合で 100% もう、力で吹かなきゃいけないんだっていうイメージを持っている方が多すぎます。そうではございません。楽に出せるところは必ずあります。出口をつければ。だからこの3つはすごくつながる部分もあるんですけれども、まあ、ちょっと項目ごとにですね、今日は話をさせていただきました。はい。という感じで、まあ、まだまだね、皆さん困ってる方に対する動画ってもっともっと今後出していきます。まあ、似たような動画も結構重なっちゃってるのが事実なんですけれども、ただやっぱり日々ね、こうチャンネル登録していただいてる方もたくさん、ありがとうございます。なので、その段階段階で見てる方もいらっしゃると思いますので、違う層の方が見てると思いますので、やっぱり昔出した動画っていうのもリニューアルしてまた出していったりとかっていう風にやっていこうと思いますので、ぜひね、リクエストとか質問とか、一緒ですね。一緒じゃないか。はい、ぜひコメントでよろしくお願いします。はい、できる限りそれを動画にしていこうと思います。それが全て重要なんでね。はい、なので一緒に頑張りましょう。それではありがとうございました。ほっ。